私は、メディアアートの勉強をしてきました。たくさんのアニメーション作品や平面絵画作品を作って、この4年間その創作に励んできました。私の作った作品や研究した論文などは、世界中の芸術祭、映画祭などで発表された経験があります。そしてそれの時、私はたくさんの知り合い、たくさんの人に知り合い、たくさんの人に、私の作品を見てもらい、自分の作ったものを通して人々と交流することができました。これからもその経験を生かして世界と世界の、虹になるような存在になりたいです。早稲田大学は私を大人にしてくれたところでした。この場所で私は痛い経験も楽しい経験も歩んで、ここで本当に大人の女性になれた気がします。ありがとうございました。卒業生の皆さん、おめでとう。頑張ってください。